スクールをご覧の皆さん、貞治八木です。ステップ2はリズムを考えるです。いい質問です。どんなアイディアをもとに楽曲を作り始めるかっていうのは結構大きなポイントで、場合によってはリズム的なパートがもう頭の中で鳴ってるかもしれないし、綺麗なメロディーが頭の中で鳴ってるかもしれないし、伝えたいメッセージの歌詞が一番初めに頭の中で鳴ってるかもしれません。何が今一番大きく頭の中で鳴っているのかというのを聞きながら、それをもとに作曲を始めるのがいいと思います。リズムというのは あらゆるところに存在していると思います。一番わかりやすいところで言えば、人間の心臓常に鼓動を打ってますよね。これも一つのリズムで、一定のテンポで脈打たれているものがリズムであって、場合によっては一定じゃないこともあります。これに合わせて 1,2,3,4 というテンポに合わせて歌ってみたり、ピアノを弾いてみたり、ギターを弾いてみたり、踊ってみたり、僕たちが普段よく聴いている音楽というのは、大体このリズムというものがベースに作られていると思います。今回のサンプル曲は、頭の中で鳴っていたリズムを元に作っています。リズムというものと、あとテンポというものを初めに決めてしまうと、大体曲調の雰囲気が分かってきやすくなると思います。まず曲のイメージ、自分の中にどういうものがあるか、そこから始めると大体の方向性が見えてくるんじゃないかなと思います。ここで質問です。楽曲を作っていく際に、どれだけの音を集めなくてはいけないというものはありません。どれだけ音を足したいかというのは、最終的に自分が音楽をどういう風にしたいか、自分がどういうビジョンを楽曲に持っているかというものに大きく左右されるかなと思います。歌詞をつけたり、ラップをしてみたり、踊ってみたり、ぜひ思いの丈を、自分の頭にあるものを、この曲に合わせて表現してみて、ぜひワンダースクールに投稿してみてください。